えー、インドネシアのポップカルチャー媒体グイグイさんから質問が届いております。ありがとうございます。アニメソングとそうでない曲とでは、制作プロセスに違いはありますか？うん、もし違いがあれば、どんな違いがありますかということで、うん、まあ、だって一番違うのは、やっぱりオリジナルは自分で好きなものを作れるけど、うんうん、アニメソングってやっぱりその作品のための歌だから、うんうん、やっぱ作品のために作る。 といううのがもう根本的に違うよね<ー>だからその作品を歌いたいと思ってうちら歌えるわけじゃないじゃん何かこう巡り合った仕事をいかにこう作るかっていうことで一番最初にやっぱりその作品を読み込んで見て好きになるとっから始めますよね自分が好きにならないとさだって絶対聞いてくれる人にも伝わらないと思うしだからその作品をまず好きになるそっから 曲を作り始めるから、やっぱ時間はかかるよね。だからフットワークは軽いわけではないよね。あ<ー>アニソン作るっていうことは。うん、でも時間がかかればかかるだけなんか思い入れもなんか深くなっていきますよね。うん、でもなんかやっぱりうちらの仕事ってね、あるあるだけど意外と時間ないじゃん。まあ、正直思います。そ何日まで作れとか <laughs> よく、ね、勝手に言うじゃん。<laughs> <laughs> でもねここでで,でもうちらも。 こう答えを出さないといけないから。はい、でもそうですよね。あの遠藤さんが担当されている、はい、やっぱアニメの主題歌の特に歌詞とか、うん、でこうすごく綺麗に作品が、うん、それそれ聞けばどういう話かやっぱわかるっていうところありますよね。あまあうちらボーカルはやっぱほら言葉をね。 伝えるることがででできるパートじゃないですか唯一バンドの中ではだからやっぱり言葉をちゃんと伝えてあげるっていうのは第一前提だけど別に俺はオリジナルソングだからとかアニメソングだから歌い方を変えるっていうのはないうーんだからやっぱり言葉の意味をすごく、ね、自分で経験したことじゃないと歌えないしさだからなんかいろんなことを経験したいなとは思うこの年になっても。